素敵なお母さん役として大活躍の吹雪純さん。デビューして間もない頃ある騒動に巻き込まれた経験が彼女の波乱万丈な反省とは一体今回は吹雪純さんについてご紹介していきたいと思います本名堀川玲子生年月日 1952年5月12日、現在68歳です。血液型は B 型、身長157センチ。出身地は富山県富山市。所属事務所はパパドゥ。ふぶさんは、京大卒で高校教師の両親。 そして3歳年上の兄がいる4人家族で育ちましたが吹雪さんが小学5年生の時にご両親は離婚子供たちは母親についていきましたしかし中学2年生の時なんと母親が育児放棄を今日から1人で生きてくださいと突然家を出て行ったそうです 2020年4月、トーク番組、紗和子の朝に出演した際、吹雪さんは、母親のお店に泥棒が入り、放火されたことが原因で逃げたくなったのではと、当時の母の気持ちを汲み取っていました彼女はその後、叔父の会社に就職した兄のいる京都へ行き、内職やアルバイトをして、ぎりぎりの生活をしていたといいます。 なんと、部屋からの景色は崖だったという非常にスリリングな場所に住んでいたそうです高校受験を目前に控えると担任の先生が部屋を貸してくれて1次試験に合格しましたしかし2次試験の当日に母親の再婚を知り受験を放棄 思春期ということもありショックを受けてしまったのかもしれませんね結局高校には行かずその後もレストランに住み込みで働きました18歳になると上京1971年銀座の高級クラブでホステスとして働いているところをスカウトされました芸名のは、 風に吹かれたように出てきたからという意味で純は語呂の良さでつけられたそうです1973年初代ユニチカマスコットガールに選ばれイギリスの写真家デイビッド・ハミルトンさんが初めて日本人をモデルにして撮影した作品ということで注目を集めました。同年ドララマママはライバルや 若い先生に出演し1974年には「愛」が始まるときでレコードデビュー25万枚が売れスターの仲間入りにそんな吹雪さんですが歌手デビューしてまだ4か月という1974年9月なんと誘拐事件に巻き込まれてしまうことに。それは フジテレビでの収録を終えた彼女が帰ろうとしたところ複数の男たちが現れ車で連れ去られるというショッキングな事件でした品川のホテルに監禁され暴力団も関わっていることがわかるとパトカーが20台警官を50人も動員するという大騒動となったのですその後、 エレベーターで降りてきた吹雪さんが保護されます結局その事件は事務所とのトラブルが原因だったことが判明吹雪さんはレコードがヒットしているにもかかわらず給料が少なかったことに疑問を抱き仮契約していた A 事務所から倍の給料を提示してきた B 事務所へ移籍しました A 事務所側はマネージャーなどが話し合うために吹雪さんのところへ行き本人も同意の上で一緒に車に乗ったそうですそこへ新たに C 事務所まで加わり三重の契約をしてしまったというトラブルを抱えてしまったのです最終的には B 事務所に所属することに落ち着いた騒動でしたが その後のののさんの人気はガタ落ちし、その年に発表した2枚目のシングル「涙に微笑みよ」そして3枚目のシングル「2人の歩道」のセールスは振るわず NHK の出演番組も見合わせられる事態にしかしこれを逆手に取り吹雪さんはアイドルから女優へと転換して活躍していったのです 1975年に大ヒットした「寺内勘太郎一家2」に出演すると本格的に女優としての活動を始めます順調に仕事を続けていった吹雪さんしかしながら今度はテレビ出演をドタキャンするという騒動を起こしてしまいますそれは1976年2月のこと 1975年9月をもって B 事務所との契約は切れ再契約の交渉中だった翌1976年の1月吹雪さんは弁護士を通じて同年2月以降 B 事務所とは仕事をしないという内容証明を送りました2月以降地方での仕事を元マネージャーと共にこなしており 吹雪さんの弁護士は東京地裁に出出。演妨害禁止仮処分申請を提出そして2月下旬、吹雪さん側と事務所は和解が成立し、事務所が契約した仕事を吹雪さんは5月までこなし、その後、芸能活動を一切妨害しないこととして合意したのだそう。 そもそも B 事務所の方針としては歌手で売り出したいと考えていた中吹雪さん自身は歌手としての限界を感じていたため今後はタレント活動を人間活動としてやりたかったと会見の席で発言しました芸能界という難しい世界で堂々とやりたいことをやっていくと宣言したところはとてもかっこいいですよね。 そそししてての後、再び女優として活動。1977年には白熱デッドヒートで映画に初出演するとドラマ「岸辺」のアルバムや「阿修羅のごとく」でも活躍しますそして1979年映画「よみがえる勤労」では体当たりな演技を見せ話題にそんな吹雪さんですが今度は 私生活でも波乱に巻き込まれていくのです吹雪さんは1981年に音楽プロデューサーの川添昭郎さんと結婚しました吹雪さんは初婚でしたがご主人は3度目の結婚だったそうです川添さんは新井由美や YMO などを手掛け 数多くのヒット作を世に送り出した敏腕プロデューサー二人の間には1984年に長女86年には長男が生まれていますところが川添さん結婚後に大麻取締法違反や覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいます吹雪さんは 自分が不遇な人生を歩んできたからこそ子供たちを同じ目に遭わせたくないと離婚には踏み切らなかったそうですそしてもう一つ川添さんは女性問題が絶えなかったそうで結婚した後もたびたび愛人を作っていたとか1992年女子大生を妊娠させてしまったことで吹雪さんは うととうう離婚を決意幼い子供二人を連れ家を出ましたフブさんの人生本当に波乱万丈ですがそれでも彼女は女優としてまた活躍していくのですちなみに子供たちは独立し長女は国際結婚をしてアメリカで暮らしておりお子さんが二人いるそうです 吹雪さんは、渡米してお孫さんに会いに行ったこともあるようです。また、長男家族は近所に住んでおり、時々、二人の孫を預かるのだとか。微笑ましいですね。さて、その後、吹雪さんは恋人がいることを自ら公表しています。吹雪さんより年下だそうで、 2014年に手つなぎデートが週刊誌に報道されていました同年には50年ぶりに自身が生まれ育った故郷富山県富山市へ帰り実に53年ぶりとなる父親との再会を果たしたそうですまた、た中国茶にはまったことで、省省や雲南省へ行き、 標高2000メートルもの険しい山に登り中国茶の原木を見に行っているんだとかいつも笑顔で優しい雰囲気の吹雪さんがこんなにも紆余曲折な人生を送っていたとはとても信じられませんでしたきっと持ち前の明るさと我慢強さ信念を貫き通してきたからこそ今の幸せがあるのだと思います 今後の吹雪さんのご活躍からも目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。